お疲れです。お疲れ様です。今日の話は前回結構ね数字伸びて、はい、急上昇に乗ったぐらい。乗りました。みんな興味津々なんだ建設業界の職人さん、はい、飛ぶとバーンとかいろいろあって、いろんなコメントが来てさ、いいも悪いもあったけど、はい、いい悪いっていう話じゃなくて、建設業ってこういうもんだよっていうのが分かればさ、はい、俺らもね、それを面白おかしく取って、自分たちのいいとこも悪いとこも探して、それに受け入れられてるじゃん。俺もこんなこと探したくないなって2年半ぐらいかな YouTube やっていろんなものをちょっとずつ探しても、こうやって評価されるんだって、勉強になったっていう人おるんだっていう中でさ、はい、いろいろ取ってきたと思うんだけど、はい、社員がやめたことに対して、はい、一つ収束したのが、はい、お金の返済が親御さんからありました。で会社まで謝罪に来ました。でしっかりね、きちっと挨拶もしてもらって、俺ちょっと、どうしてもその日は抜けれんくて、遠くから、とにかくすごい遠くから、はい、来てくれて、謝罪まで来て、たまたまリリーちゃん、今事務所の方でリリーちゃんに対応してもらったんだけど、はい、大変かったんだけど、いろいろその辺のことをいろいろ社員に聞いとんだろ。聞きましょう。だけど、本当にね、今後やっぱこういうのが興味あるんだってすごい感じたからね。急上昇17位まで行っただろ。はい、そうです。17位まで行って、そうかって、俺らドッキリとかバカなことやるとかふざけるとか現場の映像だけじゃなくて、こういうことにすごい興味あるんだな、会社経営に興味あるんだなと思ってさ、で今後こういう動画をちょっと本数増やしていこうかなと思ってるんで、ぜひね、またどんどんこういうのも毎回じゃないかもしれないけど、こういうのもどんどん上げていくんで、チャンネル登録をぜひしておいてください。本当に面白い動画かどうかわからんけど、はい、こういうのに興味がある人にまた俺も見てほしいなって、こういう勉強になることを結構やっていきたいなと思ってるんで。ぜひね、本当に登録もして、こういう系の動画も、ちょっとまた物議を醸し出すような内容にもなってるかもしれんけど、みんな社員のやつもちょっと見たけど、はい、だけど、いろんな角度で見てほしいなと思いますんで、ぜひ、よろしくお願いします。俺、まず、誰にまず向けて話しとるっていうのは、もちろん、この YouTube からたくさんのお客さんもね、来るようになって、塗り替え道場で塗装してほしいっていう人もいっぱい来てるんで、はい、その人たちに向かっての発信と、あとはやっぱ建設業の個人事業主とかさ、はい、会社が経営してる人とかで、これから独立していきたいっていう人たちに向かって、アドバイスになればなと思うのは、はい、で俺は一つはその彼が辞めたこと云々は確かにクソみたいな人間かもしれんけど、はい、愛情を接すれば変わる可能性もある。きれい事のように聞こえるけど、確かにきれい事だし、俺はもうそこまでやったれんなと。でも俺が自分で会社作った時ってやっぱ、どんな会社でも一人から始まるから、はい、言葉は難しいけど、その会社の規模にもよるじゃん。はい、俺も最初やり始めた時はろくでなしって言ったらあかんけど、ろくでなしの本たち使ってきて、でもそういう本たちを手塩にかけてやっぱ育ってきたとかあるし、はい、この規模になってきて面倒みたいな、はい、スタッフがで、もちろんリーダーの子たちにも面倒を見たれよもっとって言うんだけど、はい、なかなか面倒俺も見たれへんし、はい、リーダーたちもなかなかじゃあ俺のようにうまく人使えんかもしれないしね、自分のお金じゃないし。はい、ね、ただ一個言うなら、これみんな聞いてほしいことなんだけど、確かにもう悪ふざけしてさ、はい、会社経営もしとるかもしれんし、いろんなスタッフたちがわわわ怒鳴り散らすわけじゃん。はい、そんなに怒鳴ってないけどね YouTube ほど、はい、今日もそれちょうどミーティングもそんな話が出たんだけど、はい、一般社員がおって、はい、会社ってピラミッドってよく言うじゃん。頂点に社長がおって、はい、幹部がおってリーダーがおって、はい、社員みたいなもんじゃん、はい、だけど俺がいつも思ってるのは、これは俺は正解かどうか分かんない、俺はこう思ってるっていうのは逆ピラミッドだと思ってるの。これは何っていうと、一般社員が一番偉いで、そのリーダーっていうのはそいつらのためにリーダーのために従うんじゃなくて、これジムのこの間の話も全部つながってくるんだけど、はい、やっぱ現場に出てる職人さんとか、はい、営業で言ったらお客さんのとこに行ってね、一番コロナのリスクが高い人たちばけよ、はい、コロナで行っても、仕事でも一番きついわけ、現場に出てる人たちって、営業でもそうだよ、はい、でその人たちのためにやっぱりリーダーがおるから、このリーダーたちにも数字管理すんなっていうの、その子たちが達成できるようにお前らをつけてんだぞって、だから一緒にやってあげなきゃいけないよ、リーダーがじゃあ達成させるためにあんたらマネージャーおんちゃうの、上から物言ってああしろこうしろちゃうだろうって、まあ、成長させるために成長だって俺目標って決めたんだったら目標達成できんやったら現場じゃないと思う。だからリーダーの子たちもお前らが一緒に決めた目標とかお前が達成できると思ってミーティングして決めた数字だろって、はい、だからじゃあお前の責任だろうじゃん、やれんかったんじゃんって、お前がその目標を立て出してそれにサポートしてねお前が悪いでしょって、はい、だから俺もそのマネージャーたちと目標決めるしお前と目標決めてるじゃん、はい、で俺の直属と、まあ、塗り替え道場南瀬子っていう人たちと、まあ、数字決めてるよね、はい、で今はちょっと営業が入ってってるもんで一店長みたいな感じでね、各店のリーダーとも直接やり合っとるけど、でそれっていうのは俺がそいつらの目標を達成させるために俺の存在価値があるんだから、はい、もちろん達成できなかったら俺のせいだし、だから俺は厳しくできる。逆に俺はお前と一緒にやろうって決めたことだからちゃんとやろうぜって、はい、でもその因数分解したことは確実にやってよって、分解したものがその5個あって、これをきちっとやればこれできるぞって、はい、だからそのクズ社員に対してもじゃあその子の目標を決めてそれに対するいろんなリーダーが関わったけど、はい、俺はこいつだけのせいじゃなくてこのリーダーもあるだろうし、でその上のマネージャークラスもあるだろうし、はい、俺も全員責任があると思うのピラミッドとしてね、はい、ただそのコメント欄を見とると、うん、誰が悪いかこれが悪いか会社が悪いだろう社長が悪いだろうって、うん、まあ、そんなことどうでもいいんだよね。結果会社が損したんだもんね、彼を雇ってそれが一番大きなことで、はい、改善していけばいいことだし、まあ、今回のことで学べばいいことだなっていうのはまず俺すごい一つみんなに伝えたいこと、はい、視聴者の皆さんね、はい、で、うん、だからもう俺は一人おで方でやっていくっていうのはちょっと違うのかなって、そういう人たちも建設業界でどうやってやっていこうっていうのがまあ一番大事なことがまず一つなのかな、はい。お疲れ様です。お疲れ様です。知ってます？あの子ちょっと名前は言えないんですけど、あの最近いなくなった子、フライアウェイしたなんて今フライアウェイしたフライアウェイああ、なんか話は聞くね、ちょこちょこ。まず接点とかあるんですか？そもそも防水の職人さんでした？いや、そもそも全然接点はない。あ、ないんですか？寺道ぐらいじゃないの、その道ぐらいでしょ、接点あるのは。あいつが引き継いとったでしょ、はい、あいつのこと。あ、じゃあ全然知らないんですか？知らん、全然。話はちょこちょこ聞くぐらい。お金借りていなくなったとかさ、はい多いんですか、そのなんか飛んじゃう人って。そういうなんか現場のまあ、現場って多分多い、まあ、今は知らないんだけど、なんか昔、はい、俺今29じゃん、はい、昔の俺の時代20歳とかぐらいのやっぱりなんか飛ぶ人間多かったよね。でもこの年になってこの時代になって、でもそんな話はもう聞かなくなったけどね。じゃあ結構レアキャラって言ってたから本当に。うちの会社でもさ、ちょこちょこ入ってきて普通に辞める子、辞めるっていうか独立する子いたじゃん、何人かね、はい、でも独立するからやめますとかさ、はい、まあ綺麗なやめ方というか綺麗な普通のやめ方が多いからさ、はい、なんか久しぶりに聞いたよね、金持って逃げるとかさ。それなんか嫌だったんですかね、なんか社長が嫌とか。嫌じゃないでしょ別に。だって俺話聞いとるとさ、はい、なんかそのみんなでおる時はちゃんと仕事やってるけど、はい、ただでもなんか一人で行ったりなんかするとダメになる人間なんでしょ、なんか。だから結局できないんだよね多分仕事に。それかもう癖ついてんだよねやっぱり、そういう。あ、サボり癖みたいな。サボり癖といい、なんかもう飛ぶっていうかさ、はい、そういう飛んでやめるとかさ、はい、そういうのを見てるとでもなんて言ったらいいのかな、自分に得しないよね絶対に。あんなのそうですよね。まあさっきも言ってましたけど、なんかすごいくちゃくちゃだったみたいな。結構リュウジ君とかこだわり持って結構ピシッとやるじゃないですか仕事を。なんかそういうちゃんとやる職人さんから見て、ああいう職人はどう思うんですか？もったいないよね。あいついくつだった？そもそも2657ぐらいですかね。もう結構いっとったよね年、はい、なのにね、そういう感じのやめ方、そういう生き方しとったらね、もったいないよね。どっかでやっぱり変わらなかんや人間だからさ、はい、でも30になって40になってね、変われって言われたら変われんよねそんな簡単に。だからこそこの会社に勤めてさ、はい、結構いろいろ許してもらいとったじゃん。そうも、ね、そうですね、はい、車とかも貸してもらえてさ、車も貸してもらってさ、うん、はい、なのにちょっと嫌になったからって、はい、飛ぶとかさ、はい、お金持って逃げるって、そういう考えが出てくるって、なんかやっぱ甘いよね。甘いですね。今までだからそういうふうに生きてきたんだろうね。だからうちみたいにね、そういうことがまた続いてさ、はい、いつ変わるんだろうね、ああいう人間は。なんかそのなんか乗り越えればいいのにみたいな、でもそこを乗り越えれずにやめてっちゃう感はありますよ。うちではなんかチャンスあるじゃん、何回も。ありますあります。はい、車で貸してあげてた。でもあいつがまあなんか勝手に車使ってさ、ガソリン使ってっていう話題もあったじゃん、はい、だけど結局それも許しとったじゃん、はい、でそれが多分ダメだから、その走行距離の写真撮ってさ、どれぐらい使ったかっていうのを送っとったわけやん、はい、あいつがね、はい、それでもごまかしとったらしいじゃん、ちょこちょこ。あ、そうなんですか。そう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 。まあそれも許して結局、でもお金が足りないとかさ、はい、生活できないからお金貸してくれって貸しとったわけよ。それでも裏切るからね。こんな至せり尽くせりですよね。うん、俺らからすれば考えられん話だけどね。考えられないですね。ね、一緒に働いてる人間からすれば、はい、そんだけチャンスもらってそんな簡単に裏切れるのみたいな。そんな会社はでも正直いないよね、俺らからもすれば。一緒に行ってみんなが迷惑するさ、はい、悪影響しかないっていうか、多少のお金をね持ってって別にいなくなるんだったらもう勝手にしてくれって俺は思っちゃうけどね。結構コメント欄とかでなんか社長のワンマンみたいな結構ありますけど、そのやっぱなんていうんですか、もう僕らしか知らないことですけど、うん、もうほんとそういう車貸してあげたりとかで、陰でいろいろコツコツやってくれとることしたら周りは知らんからさ、はい、だからいきなりさ、飛んだからでなんか社長があったのかってなるかもしれないけど、はい、俺らは知っとるわけやん、元からどんな感じだったから、はい、だからこそ別にコメントに何言われようがさ、何言っとんだこの人みたいな感じじゃん、俺らからそれはね。社長が僕は悪くない人はもちろんこの件についてはびっくりするぐらい悪くないですもんね。まあ別にあいつに何もないけどさ、俺ももったいないよね。でも結局その借金持って飛んだわけじゃないですか、うん、それ どうなったか知ってます？その後なんか言っとったけどあ深くはね知らんね。毎月2万ずつ返すみたいな話だったんですけど、うん、でその1回目払って飛んだんですよ、うん、で残り38万は、うん、お父さんが持ってきてくれました。お父さんが持ってきたの？お父さんが持ってきましたやばいね。結局やっぱ迷惑かけるんだね、やっぱり。そうですね、いろんな26わかんないけどさ、20後半だとしてもさ、年が、はい、お前に迷惑かけるって考えられんよね。で結構遠方じゃないですか、うん、まあどことはちょっと言えないですけど、うん、からわざわざ名古屋まで来てくれて、うん、まあ車も回収してくれてみたいな感じで、すごい迷惑かけるよね。本人は何も、うん、車ですら取りに来なかったですもんね。考えられないっていうか、もう俺からすればもうすごいよね、やっとることは。俺ももう29だけどさ、はい、お金取って飛んで親にお金払ってもらってって考えられる話だよね。俺からすれば親がかわいそうだよね。一番自分の子供がやっぱ大切だけどさ、はい、ちょっと話違うじゃん、大切っていう、はい、そのお金を取って飛んでお金を返しに行くって、そのかわいそうっていうかおかしいよね、信念かそいつそうですね親がかわいそうだよね、すごい、はい、すごい頭下げてさ、いきなり返しに来てさ、知らない、もうそんなかかりないわけじゃん、やっぱ親とかさ、はい、行ってなんかわからんじゃん、どんな風になったか、どんな風になってお金を持ってきとるかっていうかさ、その、はい、でいきなり飛び込んでいろいろ話されてさ、はい、知らんわけじゃん、多分そういう人間だからさ。あ、なんか伝わってなかったらしいですね。その子がどんな風になって今までいたかっていうのも多分知らんわけや、はい、そういうのを知らされるわけやん、社長とかがさ、悲しくなるよね、俺だったら。この動画見てほしいよね、なんかちゃんと変わってほしいよね。変わってほしいですね。飛ぶ人間多かったよね。でもこの年になって、この時代になって、でもそんな話はもう聞かなくなったけどね。じゃあ結構レアキャラって言ってたよね本当に。うちの会社でもさ、ちょこちょこ入ってきて普通に辞める子、辞めるっていうか独立する子いたじゃん、何人かね、はい、でもリリちゃんってその、まあ、職人でもないし、あ、はい、なんかそんなに接点があったわけではないですよね。そうですね、はい、まあ、飛んでから、まあ、距離が近くなったっていう言い方はちょっとあれかもしれないですけど、まあ、そうですね、飛んでからはまあちょっと対応することが多かったみたいな、一番多かったですよね、誰よりも、うん、多分そうですね、飛んでからは、はい、でもなんかその、まあ、飛んで、はいはい、いろいろ話を聞いていくうちに、はい、なんかとんでもない仕事してたみたいなのとか発覚してきたじゃないですか、はい、そうですね、はい、そうか、その飛んだ子が在籍してる間は、はい、そういう噂とかなんか聞いてたんですか？そうですね、まあ私でも彼が入ってきた時、私まだ現場管理してた時期だったんですけど、あ、そう、春日井店だったんですけど、春日井店ではほとんど使ってなかったんですよ、その彼を、はい、あんま自社の職人さんを使うことはなくて、まあ、協力業者さん、はい、本社のある人にその彼の仕上がりをどうかって聞いたら、はい、なんか、まあ、防水工事の何かこういう何ここ防水ってまあ平面に塗るけど、はい、こういうなんか立ち上がってる部分、縦になってる部分、はい、もうちゃんともう塗り込むんですよ普通は、はい、なんかそれがこういうふうにアイスクリームみたいになってたみたいな、もう塗ってない、そうちゃんとビュッてローラー通してないし、垂れてくれるくらいいいやぐらいの考え、そう多分そんな感じだとは思うんですよ、はい、なんかすごいアイスクリームみたいになってるみたいで、はい、結構やり直さないとダメなぐらい汚いとかっていうのも多かったって聞きますね。ここに来る前も防水の職人やってたらしいんですけど、はい、まあだから防水経験者だっていうので対応したんじゃないんかなって思うけど、はい、全然ダメっていうのはよく聞いてましたね。で前回、はい、なんか破産宣告、あー、はい、みたいなのがあったじゃないですか、はいはい、その後ってもう何もなしなんですか？その後なんですけど、まあ、結構社長は結構お父さんと、まあ、やり取りってほどでもないけど、まあ、ちょいちょいお父さんから電話かかってくることがあって、会社に、はい、でも社長さんいますかって聞かれるんですけど、はい、まあ、結構出かけてることが多かったんで、はい、すいませんいないですみたいな感じで、はい、まあ、対応してたんですけど、はい、だからちょいちょいお父さんから電話かかってくるなと思ってて、はい、社長もお父さんにちょいちょい電話かけたりとかしてて、あんま何の話してるか詳しく分かんなかったんですけど、はい、お父さんが来社したんですよ。あ、来たんですか？そうなんですよ。まあそれも社長からなんか今日あいつのお父さんが来るからみたいな言って、はい、だからなんかリリーちゃん対応してって言われて、マジでみたいな、はい、お金を返しに来るから来社するっていう話だったんですよ、はい、借金のその返済の残りを。はい、で彼のお父さんが来社して、はい、残りの金額を返したいっていうので来社したんですよ。いくらあったんですか？全部で40万借りてて、でも2万は彼から返してもらったんですよ、はい、彼が普通に飛ぶ前に、はい、だから38万円残ってて、はい、それを返しに来るって言ってて、はい、で社長が「ちょっとリリーちゃん対応しといて」って言われて「はい、マジか」みたいな。はい感じで、まあ正直彼ってまあ結構とんでもないやつだったんで、はい、お父さんどんな人来んねやろみたいな、はい、なんか「ゴラ」とか言わんかなとかなんかヤクザみたいなやつって返してくれんのじゃないかとか思ったんですけど、はい、なんかまあ来社したんですよ。その時間が近づいてきたら、まあ、来社してきたんですけど、はい、なんか全然本当に普通の人っていうか、もうむしろちょっと優しそうな感じに見える方やったんですよ、お父さんは。はい、わざわざ大荷物持ってきてくれて、はい、もうなんかもう本当にすいませんでしたって、すごい腰低いんですよ、はい、まあそれは腰低いとは思うんですけど、まあもう全然いい人でお父さんは、はいはい、まあ残り38万円なんですけどもみたいな言って、はい、まあちょっとそんな大金は持ち歩いてないから、ちょっと銀行で近くの銀行に振り込んでもいいですかみたいな。はい、でその振り込んでいく時にその、まあ、彼の車がまだ会社の駐車場にあったんで、なんかもうそれもちょっと持ってってほしいんですけどっていうふうにお願いしたんですよ、お父さんに。はい、なんかそしたら銀行今から振り込みに行く時に息子の家に行くから、はい、本人がおって駐車場が空いてればそこにその車置けますわみたいな、振り込みに行くのと彼の家に行ってきますって言って出てかれたんですよ。23時間後ぐらいに帰ってきた時にお父さんが「はい、息子さんいてたんですかね?」みたいな聞いたら、はい、勝手にガチャって入ったら家の鍵開いてておったらしくて。マジっすか？はい、そうです。それびっくりして、やばっ、うん、いてましたって、ね、あ、いてたんですねみたいな。まあ駐車場も空いてるからもう今から車持ってきますねみたいな言って、はい、でまあそのままもう。お金もちゃんと振り込まれてたし、はい、車も持って帰ってもう全て完了みたいな感じで完結したんですね。そうですね。めちゃくちゃ近くはないけどね、やっぱりもうその時は寺西がまあ職長でやっとったから、だからまあそんなにまあ現場何件かはやってもらったりはしたもんで、はい、まあ現場で会うぐらい、あとまあ夕方とか倉庫で。あ、結構喋ってるよ。喋っまあ、めちゃくちゃ喋ったりはしないけど、まあ、倉庫で一人で片付けとかコツコツやっとったもんで、はい、道具洗ったりとか、はいはい、その時にまあ遅くまで頑張っとんねって、はい、まあ話すぐらい。もう今回飛んだじゃないですか、うん、なんかその件について、まあ、距離が近かった河合さんから見てどう思ったのかなと思って。なんだろう、その職人って結構ガツガツしないとできんとこってあるじゃんね、はい、でやっぱりその足場班とかでもやっぱりねガツガツしとる子がやっぱりどん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 上に伸びてくんじゃないかなと思うんだけど、はいはいはい、何回かそういう話す機会はあったよね、その職長会議みたいな感じで、はい、あ、そうなんですか。そういうのでまあ話しとってそのあいつにも、はい、まあ防水班、逆にチャンスじゃないって、そのやっぱりその防水の職人、まあうち何人も何チームもおる中で、はい、やっぱりその防水の職人、はい、の職長やれたらいいよねって、そこを目指してやってたらいいよねっていう話をしとって、はい、ただやっぱり自分の中でその工程とか見てかなあかんよねって、はい、でやっぱり自分ができる日数とかそういうの全部いろいろ計算して、はい、やっぱりそういうね段取り組んでいくとか、はい、そういうのをしてかなあかんよねって。だから各営業にも、じゃあ例えば1週間先2週間先の現場、はいが薄いなっていうことだったら自分からやっぱり話していかなあかんと思うし、そういうことしてけよっていう話しとったけど、やっぱりなかなかコツコツその作業はできる、まあできるってほどできんないけど、はい、作業はするんだけど、はい、やっぱりその人にそうやってまあ2週間後現場がないからはい、なんか段取りしてくださいとか、はい、そういう声をかけれるタイプではなかったもんで、もうちょっと欲出してもいいんじゃないっていう話はしとったけど、はい、やっぱりその誰かからこの現場はちょっとお願いしますって言われん限りは、はい、やっぱり自分から動くことができんから、やっぱりそこまでの職人になっちゃうよねっていう。もっと工程って先まで見とかんと、やっぱりその空いたらそんだけやっぱり仕事ないもんで、はい、やっぱり現場どん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 詰めてって先へ先へ、どうしても天候とかで左右される業種だけど、はい、やっぱり足場みたいにね、その雨でも雪降ってようができるものとやっぱり塗装と防水は違うもんで、はい、やっぱりそのある程度その天気も考えながら、はい、まあね、工程組む中でこれぐらいは雨降ってくるだろうぐらいで、はい、ある程度詰めとかんとやっぱり遊んじゃうもんで、はい、だけどそういうことを自分から自ら、はい、営業とかに電話して、はい、2週間後まで空いてるんでどんどん降ってくださいとか、そういうのは全然なかったね。結構仕事コツコツって言ってたんですけど、結構なんていうんですか、丁寧というか。丁寧に、いやまだそのやっぱり腕はあるかないかって言ったらそんなにないかな。そのまあ知識はねなんとか身につけれるかもしれんけど、はい、腕はやっぱりもう経験年数だったりとかそういうのもやっぱりいるもんやと思うもんで、はい、まあ塗装にしてもね。でやっぱりその人によってやっぱりその綺麗の度合いが違うと思うけど、はい、やっぱりちょっとしたことが雑だったりとか、ここ直してほしいとか、はい、みんなで行くと綺麗だけどなんか一人で行くとすごいくちゃくちゃにしてくんだわみたいな。どの程度くちゃくちゃだったかは分からんけど、そのやっぱり人がおるとやっぱりそのみんなでこう一つのものを作り上げるじゃないけど、はい、一人だとやっぱりその時間に追われるんじゃない。そのやっぱりここまでやらなって言って焦っちゃうとか、はい、余裕がないのかもしれないよね。そのまあ道具大事にするなんかは当たり前なんだけど、はい、そのでもまあ仕事終わって、はい、まあ現場5時半とかに出て事務所っていうか倉庫、はい、帰ってくるのにまあ6時半とか7時なんかな、はい、でたまたま8時とか9時ぐらいに倉庫ちらっと寄ったりとかすると、はい、一人で道具ずっと洗っとったりとか。あ、そうなんですか。するけど、はい、まあもちろんそのね現場で暗くなっちゃったから洗えんくってそこ戻って洗うっていうのももちろん道具大事にするっていう意味では当然ないんやけど、はい、逆に効率が悪いのかなと思ったね。そのこんな時間になるまでしかできないのかなっていうのは思ったりした時はあったけど、はい、まあ、社長は確かに良かれと思って、まあそのね、新しく入ってきた職人とかやっぱりそのまあそのね彼は結局地方から出てきとるわけじゃんね、はい、でやっぱりまあ前職がそうやって防水の職人やっとって、はい、でまあ今回そうやって防水また来たんだけど、やっぱりその前の仕事場はどういうふうに辞めてきとるかまでは知らないけど、はい、しっかりちゃんとね話つけて辞めてきて、その次の月まで給料ちゃんと保証されるような状態でやめてきてれば、はい、まあ前借りとかする必要もないのかなって。で、まあ今回はね、ちょっと怪我して、入院してそのお金が必要だったとかもあったかわからんけど、やっぱり前借りするとね、やっぱり前借りしたら次の次絶対お金また足りんくなるもんね、その。はい、そうですね。そうなったらずっと繰り返すから、どっかで絶対我慢しなあかんわけだよね。はい、だからまあ、話によると全部使っちゃったんでしょらしいですね。俺もなんかそこまであんまりわからんんだけど、まあ、使っちゃったっていう話は聞いたんだけど、はい、まあそもそもそのお金を、まあ、それは社長の、はい、ね、そういう親分肌じゃないけど、そういういいとこでもありだけど、その、はい、何とかしてあげたいとか、はい、助けてあげたいって、はい、だこれから頑張れよっていう意味でやってくれたいいことだけど、はい、ただやっぱりその前借りっていう制度は俺はって思うとこもやっぱあるし、今その前借りしとる職人なんかいないけど、はい、昔はちょこちょこおったし、はい、ね、やっぱり前借りしたら次足らんくなるから、はい、切りないもんね。社長のいいとこでもあり、はい、会社で見たら前借りの制度自体別になくしていいのかな、俺はいらないかなっては思うけど、こんくなった時にもさ、やっぱり防水の現場決まっとって、はい、どうしても入らないといかん現場が一つあって、はい、そこに代わりに行くじゃん。はい、で、もう一件、その代わりに行った職人が入らなあかんかった現場を、はい、結局俺が行くとか、結局誰かは迷惑かけちゃうから、はい、ね、その、残されたものはやっぱ大変だもんね。はい、と、まあ、それ人を裏切っとる行為だから、やっぱりね、そういうお金にしても、はい、なかなか信用を得るっていうのは大変なことだと思うし、はい、失うのは一瞬だけどね、得るのは本当にね、何年も、下手したら何十年もかかるかもしれんし、はい、どうなってくんだろうね。だから、もう、なんて言っていいかは分かんない。分かりました。うん、もう一つ俺はすごい言いたいことは、まあ、これを SNS 上に上がることでこういうこと言ったらあかんことかもしれんけど、まあ、まあ、一部、俺ちょっとちらっと見たら、ね、元ボス河合君がさ、はい、まあちらっと言ってたけど、親がそれをやってあげるってことも、俺はちょっと違うと思ってる。俺からしたら別に。まあ、一社員から辞めてって、もう興味のない人材、はい、もう辞めていく人に何の興味もないから、その人がお金をもらえるかもらえるかって単純なお金の話で言ったらもらえる方がいい。でも彼の成長っていうことで対してはやっぱ親も俺はそれ弁済したらなかったのかなとか思うけどね。だからそうなってくる。朝でもさ、俺よく思うんだけど、はい、これ言うんだけど、朝なんか起こすものが起きるのは俺の起きれ方だけど、我々もちっちゃい時ね、はい、だけど起こすから起きれとか、もうほっといて学校に怒られて、はい、仕事で怒られて「なんでてめえ起こさんだバカ野郎」って言って、はい、それって俺は社員に対するだって、あんまり俺はまあワンマン、すごいワンマン、自分が決めた方向に行きたい、はい、もちろんそれの仲間たちがおって、はい、ね、ピラミッドは面白いけど、でも俺はこういう方向性持ってるよっていうのは、ビジョンは俺すごいしっかり持ってる方だから、はい、ビジョンはもう変わってない、はい、ただその小手先のこと、テクニックは毎日変わるよね、はい、今日右って言ったのに明日は左っていう可能性もあるし、はい、上って言ったのに下っていう可能性もあるけど、はい、ゴールは変わってないつもりでおるんだけど、俺はそのワンマンではあるけど任せたら結構やらせる方。そうですね。で、はい、そのことを数字で起こるっていうよりも、じゃあこの数字達成させるためにこの5個のタスクやんなきゃいけないんだろって、はい、なんでこのタスクやってねえんだもんね、やろうって、絶対やれよお前明日からって、はい、いうのはすごいやるから、これってまあ本当子育てと同じだと思うね、人育てって。だからなんか、一つその親が来たことに対してすごいいい親、きちっとしたお父さんで朝謝罪来て車まで回収も親がやって、はい、ね、全てケツ拭いたのが親だけど、はい、まあ本人の成長にはつながってないだろうなって。俺だったら連れてきて頭下げさせるとか、はい、玄関で無理やりもう待機して「お前のことだよ、お前が謝ってこいや」って言って、まあ、待機させるとかにした方が良かったのかなって。確かに辛いことももう緊張して減るわね、そのぐらい、全て子供、まあ、それは優しさじゃなくて甘やかしてるだけ、はい、なのかなっていうのはそういう感じだな。これが2点、はい、まあ3点目はないけど、まあ最後に、まあ、これ収束したからこれ最後にまあ視聴者の皆さんに言うと、まあ、今回これの動画で多分最後になるでしょ。最後です。これで終わり、まあ、いろんなことで興味を持っていただいて、再生数も伸びて、チャンネル登録者も増えて、すごいありがたいことだけど、まあ、そのもしコメントとか入れるなら、どっちかが悪いとかああとかっていうよりは、間違ってる合ってるっていう話じゃなくて、はい、まあこういうことがあって、でも必ずこういうのって俺みんな経験しかなかったと思う、会社が成長するタイミングでね、はい、だから別に合ってる、間違ってるから、もう俺これやんないとかやるとかじゃなくて、やっぱ一番学んでほしいところはこういうことが起こるんだ、会社経営って、はい、でそれに対して俺がすごい思うのは、合ってるか間違ってるかじゃなくて、自分の信念、はい、自分がこうしていきたいんだっていう信念でそのことに当たってほしいよね。どっちかが合ってるとか間違ってる、まあ、そんなこともどうでもいいことじゃないって俺は思うんだけど、はい、俺がこうしていきたいで、スタッフにもそれ発信してるし、俺の会社のビジョンはここだよ、目標値はここだよ、はい、だから俺はこういう対策するんだけど、はい、対応するんだけど、みんなどうっていうとこじゃん。だからもうそのアドバイスとかね、もう僕だったらこうするっていうのもまあいいけど、まあなんか難しいよねあれね。宣伝になるけど、求人道場と大吉とそのマッチングね、はい、道場を今公開してる、理解道場のホームページにもリンク貼ってあるんで今、はい、でそちらの方からもやれるし、500社はもう目前だから、ぜひそっちの方も参加してほしいです。最後宣伝になりましたけど、はい、大丈夫です。チャンネル登録といいね、よろしくお願いします。はい、お願いします。